今日の話はですね、ヒルクライムにおすすめの話題の軽量化アイテム3点をご紹介していきたいと思います。この動画をですね、アップしております。本日ですね、富士ヒルクライム2023が開催されておりますが、これからですね、ヒルクライムレースに向けて軽量化できるアイテムを取り付けて、トレーニングやレースへのモチベーションをアップさせてみてはいかがでしょうか。話題のですね、新入荷商品もありますので、ぜひご注目ください。それでは、スタート。はい、どうも、スタッフケンタです。スタッフケンタの自転車塾。今日も一緒に自転車のお勉強をしていきましょう。今日の話はですね、入荷してきました話題の軽量化アイテム3つをご紹介していきたいと思います。この動画をですね、アップしております。本日、6月4日日曜日ですね、富士ヒルクライム2023が開催されております。参加された方は、いらっしゃったかと思いますが、タイムはいかがだったでしょうか。目標タイム更新できた方、そうではなかった方もいらっしゃるかなと思いますが、軽量化機材のですね、アップグレードで次のレースだとか、トレーニングへのモチベーションを上げていきましょう。今日はですね、軽量化アイテムを3つご紹介していきます。早速1つ目のご紹介となりますが、カーボンシートポストになります。目がですね、飛び出るぐらいに安い、そして軽量ということで、こちらの商品になります。TNI のですね、ブラックカーボンシートポストになります。こちらですね、価格、びっくり価格、7920円、税込み価格となっております。カーボンシートポストなのにこの価格というところでですね、シートポストのサイズなんですけど、27.2ミリ。細いタイプですね。のみとなっております。そしてオフセットが25ミリ。シートポストの長さがですね、これ2つ種類があって、300ミリと350ミリの2種類となっております。シートポストからですね、これフレームが結構シートポストがフレームから結構出てる方はですね、これ350ミリをチョイスしていただいて、そこまで出ていない方はですね、これ300ミリでよろしいかなと思います。大体ですね、これフレームからサドルの高さをチェックして、20センチぐらい、20センチ以内であれば300ミリをチョイスしていただいていいかなと思います。それ以上であれば350ミリをチョイスしてみてください。で、こちらのですね、シートポスト、一応もう一種類ですね、オフセットが0ミリというものもですね、出ているんですね。取り付け部分のやぐらのパーツが、こう、25ミリ、オフセットされてない、後ろに下がってない0ミリというものもあるんですけど、今回ですね、入荷してきたものはオフセット25ミリとなります。25ミリの方が使ってる方多いかなと思いますので、こっちを入荷させております。で、気になる重量なんですけど、あまりですね、これシートポストの重量って気にしていない方もいらっしゃるかなと思うんですけど、例えばですね、完成車のまま付属しているものがアルミ製のものであれば、そのですね、シートポストの重量というものは、だいたい300ミリ、300グラム前後ぐらいの重量なのかなと思います。で、それがですね、こちらのシートポストに交換すると、どのぐらいの軽量化ができるのか、実測重量いきましょう。こちらになります。300ミリでですね、160グラムで、隣350グラムで176グラムとなっております。軽い価格ね、これ7920円税込みですからね。で、このぐらいの重量だと、通常ですね、カーボンシートポストの場合、2万円から3万円ぐらいはしてしまうので、これはですね、
快でございます。ぜひ皆様、軽量化しちゃいましょう。で、こちらのですね、シートポスト、当店のですね、オンラインショップに追加しておりますので、オンラインショップのですね、これリンクは、こちらの動画の詳細欄にありますので、チェックをよろしくお願いいたします。続きまして、メーターマウントになりますね。こちらになります。クローズ・ザ・ギャップのメーターマウントとなります。価格はですね、7590円、税込み価格となっております。クローズ・ザ・ギャップ。非常に言いにくい、名前でございますが、このですね、メーカーのマウント、プロチームのですね、これ、ユンボ、が使っているんですよね。で、こちらのですね、メーターマウントの特徴が、とにかく軽量なところ。いろんなですね、種類の、このメーターマウントっていうのはあるんですけど、素材がですね、これカーボン製となっておりまして、これメーターマウントの単品のこれ重量がですね、たったの 26g しかありません。これかなり軽いですね。そしてですね、このメーターマウントの特徴なんですけど、メーター台座の下にですね、これベルがついているんですね。で、このベルですね、取り外しができますので、レースなどでですね、使う場合には、外してもらうこともできますし、このですね、ベルを取り付けながら、その後ろにですね、GoPro マウントがありますので、オプションパーツのですね、アタッチメントを取り付けることでですね、これライトだとか、GoPro も取り付けることができちゃいます。私もですね、普段レックマウントを使用しているんですけど、クリテリウムの際にはですね、この GoPro をつけたり、しているんですけど、メーターもついて、これベルもついて、GoPro だとかライトの、マウント、取り付けができてる、なおかつ軽量ということでですね、こっちも使ってみたくなりました。メーター台座のですね、種類なんですけど、これガーミンと和風のみの付属となっておりますので、汎用性に関してはですね、これレックマウントに軍配が上がるかなと思いますが、軽量化ですね、考えている方はぜひチェックしてみてください。ハンドル周りのですね、これ軽量化に関してはですね、これダンシングも非常にやりやすくなりますので、ぜひご注目ください。続きまして、注目のですね、TPU チューブのご紹介となります。こちらですね、一度サブチャンネルの方でもご紹介させていただきまして、めちゃんこですね、ご注文いただいております。マージーンのエクサ、TPU チューブでございます。こちらになりますね。価格はですね、1650円、税込み価格となっております。安い。TPU チューブはですね、平均するとだいたい3000円から4000円、高くて5000円ぐらいしちゃうんですけど、こちらがですね、1650円という価格となっております。速さをですね、求めると、ホイールの外周を軽くすることをお勧めをさせていただいておりますが、チューブのですね、重量に関してはですね、これかなり軽量なブチルチューブで約 53g、54g ほどとなっております。かなり軽量なやつね。で、当店でもですね、レースに参戦されている方の中では、今までですね、これ軽量なブチルチューブ、53g とか 54g のブチルチューブか、ラテックスのですね、これチューブを使ってる方が多くいましたが、その方々もですね、おそらくこの TPU チューブには注目しているかと思います。で、今回ですね、ご紹介します、マージーンのエクスター TPU チューブなんですけど、重量はですね、わずか 36g となっております。で、実はですね、これ TPU チューブの中には、20g 台のものもあったりなんかするんですけど、パンクする可能性も比較的これ高くなっていまして、重量とですね、これパンクのリスクのバランスが非常に難しいところでもあります。で、これ 36g というですね、軽量な TPU チューブを使えば、すごい軽いですね、ブチルチューブからでも
外周をですね、これ 17g も軽量化することができます。でこのですね、重量ぐらいでも走りはですね、結構変わってくるかなと思っております。軽さはですね、これ良し悪しがあるかなと思っておりますが、今後ヒルクライムをですね、これやってる方の中では、この PPU チューブがですね、一番使われるチューブになるかもしれません。で、富士ヒルクライムでですね、参加された方に、ぜひですね、ご注目していただきたいこのチューブでございます。今後ですね、いろんなヒルクライムイベントが開催されるかと思いますので、タイムアップをですね、狙っている方はぜひご注目ください。当店のですね、オンラインショップにも追加してありますので、こちらの動画の詳細欄にあります。オンラインショップのリンクをチェックしてみてください。で、チューブのですね、これ入れ方、TPU チューブの場合ね、結構ね、これ慎重にならないといけませんので、どちらかといったらベテランライダーさん向けのチューブかなと思います。レースにですね、参戦されている方は、ぜひご注目ください。ということで、今日はですね、ヒルクライムレースの軽量化ということでですね、入荷してきました。大注目の軽量化パーツをアップさせていただきました。たったですね、これだけの軽量化と思う商品もあったりなんかするんですけど、ハンドル周りのですね、これ軽量化だとか、ホイールの外周の軽量化はですね、走りが結構変わってきますし、ダンシングもですね、非常にやりやすくなりますので、ぜひご注目ください。そしてですね、今回ご紹介させていただきました商品はすべて当店のオンラインショップに追加しておりますので、こちらの動画のですね、詳細欄の方をチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。ではでは、またアップします。